今日午前、北海道の桜の名所、新日高町静内の20軒道路、両側が鮮やかな桜の花で彩られていました。新日高町では予定を5日早めて、今日から静内桜祭りが始まりました。久しぶりです。綺麗ですね。今月20日に満開となった函館五稜郭公園では、思わずため息が出るほど見事に咲き誇っています。五稜郭公園では4年ぶりに火の使用が認められ、花見客はジンギスカンを楽しんでいました。やっぱりね、こういう、ね、満開の下でやるというのはもう最高ですよね。ジンギスカン外で食べて桜の下で食べるとすごい美味しいし、家族と食べれてるので嬉しいです。温度計で 6.9 度を指していたのは札幌の丸山公園。火の使用は去年に引き続き禁止ですが、飲食や宴会は OK に。寒さに耐えながらも楽しむ人の姿が目立ちました。あったかいです、まあ、お酒で温まってみんな楽しく飲みたいと思います。いつもより早い開花となった一方、寒さも残る北海道ですが、各地の桜の木の下には弾ける笑顔が戻ってきています。